ベ類ルイの紋章ベ類ルイは、ロシアのトベリ州南西部にある古い町。ベ類ルイ高地の西園にあり、メジャ川を経て、西ドビナ川へと流れるオブシャ川沿いに立つ。州都、トベリからは西へ 300km。南西のスモレンスク、北西のトロペズ、北東のルジェフの中間に位置する。最寄りの鉄道駅は北へ 50km 離れた、ネリドボにあるモスクワリガ線の駅。 人口は2002年全ロシア国勢調査で4350人。ベ類はロシア語で白色、白いを意味するが、なぜこの街にその名が付けられたかは、はっきりしない。1359年、スモレンスク公国の城塞としてその名が記録に、書出するが、14世紀末にはリトアニア大公国の手に渡った。15世紀には、 ゲデミナス朝の血を引くベリスキー公が本拠を置いた。モスクワ大公国が1503年にベイ類を奪い1506年に堅固な要塞を建てたが、1508年にはポーランド・リトアニア共和国軍に包囲されている。ロシア・ポーランド戦争では1610年から1613年までポーランドに占領され、1618年のデウリノの和訳で、 ロシアが情報した結果、1618年から1654年までの間、ベーは、ポーランド・リトアニア共和国領となっている。1654年から1667年まで続いた、ロシア・ポーランド戦争ではロシアが奪還し、アンドルス・ボの和訳で、ロシア領となった。19世紀後半、ベーは、オブシャガワ、 メジャー川、西ドビナ川上流域の中心的な町であり、周囲の丘陵地帯で産出される材木をいかだにして流す、い流しの中心地でもあったが、鉄道から外れ次第に小さくなった。米類には製材業、繊維工業、食品工業などが立地する。ありがとうございます。